はあ、また買っちゃった。はいどうも、モバイルドットコムです。冒頭でもお伝えしたように Xperia 5を買っちゃいました。今回は海外版 Xperia 5の開封レビューをお届けします。まず前半は開封映像、後半は Xperia 5を手に取って感じたことと Xperia 1との違いをお伝えしていきます。このチャンネルでは最新のスマホを買ってどんなスマホなのかを紹介しています。スマホ選びに悩んでいる人、どっちにしようか迷ってる人にもできる限り分かりやすいよう比較なんかもしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速 Xperia 5の開封映像をどうぞお楽しみください。開封映像はいかがだったでしょうか。 Xperia 5マジでめちゃめちゃいい。このサイズ感、この軽さ、もう本当にぜひ手に取ってみてほしい一台になってます。特に Xperia 1がちょっと縦に大きすぎる、本体自体が大きすぎる、重すぎるって感じた人こそぜひ手に取ってみてほしい。本当にあの手に収まりがいいし、しかもめちゃめちゃ軽いです。で、片手操作やっぱりよくする、僕自身もよくあの寝っ転がって片手操作するんですけど、やっぱりそういった時にベストサイズ、ベストな軽さだと思います。ぜひあの女性の方でもこれ多分使いやすい軽さ、コンパクトさになってると思います。このあたりも手に取ってみてください。じゃあ Xperia 1と Xperia 5何が違うんだと、そこはあのちょっと見ていきたいと思います。
Xperia 5 と Xperia 1の違い、押さえていただきたいのはまずコンパクトさ、重さ、これはもう絶対覚えておいてください。もうほとんどこれで Xperia 5を知ってるって言ってもらってもいいと思います。ディスプレイの解像度、 Xperia 1は 4K に対応してました。 Xperia 5は解像度がちょっと落ちてて 4K には対応してません。まあ、ただ実際比べてみた時にほとんど綺麗さって変わんないですね。もうパッと見て気づくレベルではない。なんで 4K じゃないかめっちゃ残念ってそこまで思う必要は多分ないと思います。もう一つ違いがあるのはスローモーション撮影が使えないこと。でもよく考えてみてください。僕自身 Xperia 1を使い始めて約半年ぐらい、スローモーション撮影を使った機会ってもう本当に 1,2 回ぐらいだと思います。使う場面ってあんまりないような気がしてます。どちらかというとスローモーション撮影よりは他の、ね、カメラ機能、望遠とか広角、超広角あたりが乗っててくれた方が嬉しいって思ってたんで、 Xperia 5構成、カメラ構成は基本的には Xperia 1と一緒です。カメラ構成が正直変わらなくてよかったなって思ったのが正直なところで、スローモーション撮影は僕としてはどっちでもいいのかなと思ってます。じゃあただ気になる方は注意が必要です。スローモーション撮影したい方は Xperia 1を選んでください。もう一つ、 Xperia 1と Xperia 5で違うのが背面デザインのカメラの位置です。Xperia 5は左上にカメラが配置されています。 Xperia 1はもともと中央にあったのでここが変更点になってます。でどちらかというと左上にあった方が、まあ、一般的なスマートフォンなのかなって思ったりもするんですけど、まあ、このあたり本当に好みだと思います。僕としては実際比べてみてどっちもいいんですけど、まあ、左上にあった方が落ち着く感はありますね。最近の iPhone とかもやっぱ左上にあるんで、まああんまり違和感はない。ただこの辺りは本当に好みだと思います。まあ、ざっくり違い見てきたんですけど、細かい違いとかはもちろんあるんですけど、基本的には本当に一緒です。実際動作感とかも使ってて差はないように感じます。もちろん CPU も一緒なんで、なんかスペックがとかっていうよりかは本当にサイズ感で選んでいくのが一番いいと思います。コンパクトで軽さ重視ならもう本当に Xperia 5です。海外版はもう発売してますんで、よかったらぜひチェックしてみてください。で今後 Xperia 5をもうちょっと使ってみて、使用感もっと具体的にお話できたらなと、メリットデメリット上げていってご紹介できたらなと思ってます。引き続きチャンネル登録をしていただければその通知も来ますのでよろしくお願いします。もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。